はい、レオンチャンネルです。4月の24日になりましたので、例のあれをポチろうと思います。まず1個目はこれです。はい、来ましたね。プレバン限定 ACPB シリーズです。仮面ライダーシグルド&仮面ライダーマリカが予約開始になりました。今回マリカは完全新規造形で、アンダースーツの状態が女性サイズに修正されてるそうです。これはすごいですね。ちなみに予約期間は4月の24日から6月の30日まで。お届け予定日は2014年9月、外務が終わる頃に届きますね。価格は8640円。サンプル画像を細かく見るとこんな感じですね。難しいアンダースーツも再現してますね。マリカも女性的、可愛いですね。そしてこのページを上に行くと、はい、出ましたね、 ACPB04。 このシルエットは完全にナックルですね。いや、ナックルちゃんと発売するんですね。もちろん買います。まずは予約。はい、いつものページに来ました。そして注文手続きへと行きたいところなんですけど、もう一個あるんですね。もう一回ページ戻って、これです。仮面ライダーナックル&黒影のデラックスロックシードセットも4月24日から予約開始です。くるみと松ぼっくりのデラックスロックシードとフェイスプレートが2つ。ナックルはもともとブラックの無地ですから完全再現してて、黒影の方はちゃんと黒影の顔がついてますね。商品説明はこんな感じ。販売価格は4320円。予約受付期間は4月の24日から6月の30日まで。お届け予定日は2014年9月。さっきの ACPB と一緒です。では予約する。はい、両方ともカートに入りました。今回買うのはこの2つですね。ではポチります。注文手続きへ。はい、合計金額が出ました。商品合計が 12,960円。そして送料が540円。代引き手数料が324円。そうすると合計が 13,824円。なかなかの金額ですね。では注文する。はい、レオンチャンネルポチりました。はい、ってことで無事に注文が終わりました。画面を下にずらすとキャンセルできませんと書いてありますね。これで前回買ったこのセットと合わせて、今回のナックル&黒刈りセット両方とも買いましたので、シドロックシドがもらえますね。ちなみにこれが7月到着で、ナックル&黒刈りセットが9月到着ですけど、このナックル&黒刈りセットが届く箱にシドロックシドが同梱されてるそうです。なのでこれも9月に到着したらもちろんレビューします。今回予約するものは全て買いましたので、次のポチりました動画は多分これですね。今のところいつ予約開始かは書いてないですね。情報が分かり次第また動画を作ります。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。